はい。スプラトゥーン3、フェスの結果発表を聞こうの回やっていきましょう。今回はどこが勝ったか見てないんですが、どうなんでしょう。最終的には万太郎、結構、なんだかんだいたのかなという感じで、陣営の得票率とかもあまりわからずじまいだったんですが、フェスの結果が出ました。でも、結局なんか風化が一強だったような感じはあるんだよな。バトル全部取ってそうですが。どうかな。ホラガイ獲得率は打つほどやね。ああ、これ得点なんだったっけか。で、問題得票率だよね。打つほ低いんじゃないかな。風化1位じゃないの？えい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 。ですよねー。やっぱり打つほつかなかったか。なんかめちゃくちゃ多かったなという印象はありましたが。こんな感じだったか。こうなっておったのか。問題はこう剣のか。ウゾウ陣営側としては、どっか二つ取ってれば勝てるから、お願いします。なあ、ダメか。これは30だから、全然追いつきませんね。普通に負荷がかったか。順当な結果というか、得票率的にはもうみんな、そうなるやろなっていう感じだったんでしょうね。呼び祭り、7ポイントは結構頑張った方だけどな。チャレンジで万太郎が一矢報いたっていうのが、ちょっと面白かったけどね。ただ、チャレンジを風化じゃねえや、打つ方が取ってても、他二つを抑えられたせいで、風化には勝てなかったっていうところがきつかったね。届かなかった。うちを選んだヒトラーの命は確かやったっちゅうわけやな。この勝利はみんなのおかげやで。応援してくれたワイラさんら、マリアシタが推しについてきてくれるとこかと感謝するぞ。僕を選んでくれたみんなありがとう。一緒に戦えたこと一生の思い出になったよ。みんないい子やな。まだスリミリン5のリーダーはうちでよろしおすな。どうかな。まあ、風化の頑張りは十分に知ってるし、悔しいが、おお、文句はない。ミシも来ないな、お題やし、ビクランは苦しで、なんやドタバタの一周年やったな。けどなんだかんだ無事にフェイスもできたし、まあ、じじ大騒ぎで楽しかったね。ところで、何が一周年だったんじゃ？分かってへんかった？ああ、そういうことなんだ。僕らスリミリン5がバンカラジオのパーソナリティになってちょうど1年。うちら3人で盛り上げていく戦い、どうぞよろしいお頼申します。おお。じゃあ名実ともにリーダーってことになったんか。今回はご覧のような編成になっています。強いんか。弱くはなさそうだけど、ちょっと扱い難しそうなのが、揃ってるという感じでしょうかね。意外と鉛筆くんがね、この、サーモンランで硬い鮭を倒しに行くのには、意外と向いているという感じがして。その点は強いと思うんですけどね。ボトルも、長射程と細かい塗り色、合わせ持ってるし、悪くはなさそう。ですが、いかんせん刺激なダムだからな。そこが唯一の不安材料。という感じでしょうかね。いきなり竜巻かい。不安材料が一気に払拭されていく。ダムフェスの反省会でもしましょうかね。今回のフェスは結局、皆さん的にはどうなったんでしょうね。個人的には、この、新しい、鳥からのコースが、なかったっていうのはちょっと残念だったかなという気もするんですが。ただまあ、あれなんですよね。ランダムプラス、新規だと、いいでしょう。それはそれで、なんか公平性が保たれないみたいなのがあったのかもしれないなと、思ったので、ありにしゃあないのかなという気もする。このせっかく1周年のフェスで新しい専用の、なんだろう、ランダムステージの中に新規コースが紛れ込んでいたのに、全然ランダムで運が悪かったから、引けなかったんだけどこれ、今回のコースクソやないか、みたいな。ながらも全然あってもおかしくはなかったですから。という意味では、まあドロー引いてもあんまり大差なかったよねっていう、オールランダムぐらいの方が、都合は良かったのかなという感じもしなくはない。でもせっかくの1周年だったから、特別な、ね、コースとかも見たかったなとは思わなくはないですけどね。あの後、ちょろちょろっと個人的にやってて、普通に、トライフォースのね、湯の花、大警告トライ、フォースマップもやりましたけど、やっぱもうあれは、湯の花大警告があの形になってしまったっていうことで、確定でいいっぽいですね。今後もし2周年だって言ってまたランダムが来るみたいなことがあったとしても、その時はまたトライフォースマップで来るってことでしょうかね。あのマップ難しいからな。あんまりまた、
来るのまたっていう感じになるのはあれですけどね。次のフェスではまた違うところが、あれ、鳥からのステージに作って現れることになるのかな。その辺もちょっと楽しみにはしておきたいところですが。ポポポポポン。スプラトゥーン2だと、この、フェス仕様の、まあ2の時はミステリーゾーンでしたけど、ミステリーゾーンのコースが、この、個人的に遊べるようになったのは、よいしょ。なんか本当に終了間際とかだったんですけど、普通にでもこんな感じになるのかな。当たってー。ちょっと当たってるー。ベチ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 。ちょっとまずいかもしれねー。この辺でポツポツ稼いでいても意外とみんなで稼ぎに行かないとどうしようもなかったりするからね。ちょっとずれてー。ですがまあここまで行けばなんとかなりそうではある。ん？当たってなくね？あとは、前の、あれで、反省点として上がっていた、この一般雑魚車系に気を取られすぎないようにするという、そういう立ち回り気をつけていきたかったんだけど、ほんと遠くから遠距離攻撃しまくってくる、この式マジでうっとうしいな。本当にやめてほしいと、僕は思います。ここまで来たら、あとは生存しながらでいいんですよけど、危ね。タワーがめっちゃ暴れてんな。チューン。まんまんまん。トリカラバトルをメインコンテンツにしてくれるのもありがたいけど、フェスでなんかトリカラ以外の目玉とかは出るんかな。それこそ100倍マッチとか、10倍マッチとか、333倍マッチみたいな。この縄張りバトルのゲームシステムを崩さないんだけど、ちょっとラッキーになるみたいな要素はないのかな。本当に貢献度以外にも、よしと、このバトル勝ったらお金100倍になるよみたいな、そういうのあったらみんな死ぬ気でやると思うんだけどな。うわー、このバトル絶対負けちゃいかんぞみたいな。金がかかると人変わるからね。でもちょっと待って、今ザコに気を取られすぎている自覚はある。めちゃくちゃ自覚はあるんだけど身動きが取れねえ。残りの秒数に対して全然納品ができていないのが非常にモヤモヤするよ。おやめください。これこいつが鬱陶しいんだな。あー当たっちゃったもんすげえびっくりした。え、終わるんかい。ちょっと待って、あと30秒しかないし、絶望しかないよこれ。お願いお願い。おお、デパを打つタイミングは間違えた。待ってくれー。なんとか納品で稼げるのかこれは。これは無理だ。あーちょっと待って、無理やり納品しても11個不足はかなりきついな。このブラスターほんと難しいな。スイッチで切り替えがあるんですよね、このジャンプした時と地上で撃ってる時と。なんかそれのせいで発射が結構遅いんですよね。このリズムに慣れてる人だったらまだいいんでしょうけどね。いやマジで使いこなせる気しないわこれ。シェケナダム。結局大物処理をどれぐらい急いでやれるかというのが課題になるんだよな。とりあえずブラスターがすんごい苦手だから、ブラスターを担ぐことになったらスペシャルを2つも切るぐらいの格好でやっていければいいのかもしれません。安定して強い面々だとは思うんだけど、癖は強いからこそこの処理速度にね差が出る可能性がありますからね。俺含め全員が最速で処理を完了するとは思わない方がいいというあれかもしれません。1個だけもらっといて。
雑魚処理はほどほどで。納品させてもらおうぜ。なに？壁を塗っておいて、からの、言いまくって、邪魔をするんじゃねえ。こればっか狙ってくんじゃねえ。そういうやつは許さん。倒してくれるかな？さすがの速さだぜ。じゃあ俺も一個もらうね。俺は盾で登っちゃうんだ。塗りも大事ですけど。いつもほどほどで。危ないねー。俺のことに途中で気づいてしまったよな。だからこそこうやって狙うことになったんだな。許せない奴らだぜ。カタパットくーん。許さんぞ。こいつを倒す。からの、インクをしっかり回復してから、邪魔をしない。当たってくださーい。射程管理が地味に難しいわ。おっと、まさか俺のことを見ているのかい？当ててしまえば問題ないね。とりあえず、ノルマは達成しているので問題なしでしょう。やってくれているので、あそこはスルーでいいかな。納品。納品。OK。やっぱ後半これぐらい、全く大物がいないぐらいがちょうどいいですね。大物の処理に時間がかかって、なんか、その場で立ち止まってしまうからこそ、ドスコイとかが厄介っていう風に感じるのであって。そういう大物とか相手しなくて、あとはいくら運ぶだけだったらもう、ドスコイって放置しててもそんなに気にならないっていうのも、多少あるかもしれませんね。大物倒した後もひたすら、湧き出てきますけど、その辺は気にしないくらいがちょうどいいかもしれませんね。パンパン。ここ潰しといて、パンパンパン。それで3発くらい入れといて。あ、やばいー。変なとこ行っちゃったかもしれねー。とりあえず、パン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 、あーめ。パン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 。これでどうだい？ほら、いい感じだろ？パンパンパン。ほりゃい？インク当たりまかったわー。お、いいとこ運んでくれてるね。これ倒す？トン。味方が倒すわけではありませんでしたが、ちょうどいいね。そりゃ、届かなかった子がいるよ。さあ、ブラスターじゃないので、ここは、ほどほどがいいと思うんですが、納品に、納品ばっかりやってる場合ではない。よろしく頼むぜ。俺もダメージを与えるぜ。ポンポンポン。ここだ。待って、ここ、当たったよね。なんか、ワンテンポ遅れたような気がしたから、ちょっと一瞬ひよりましたが。待ってくれー。待ってくれー。なんでこれは、あー、もう地獄だよ、これ。マップが見れねー。また地獄なんですか、これ。4? くぅ、遠すぎる。さあ、そろそろクリアしたい。まだクリアしてないからな、これ。なんとかしないとね。フェスのこととか考えてる余裕もないぜ。タワー、肩パッドが来たらもう徹底的に潰さないとね。他をどうにかすれば、いくらは足りるはずだしね。自分の倒しやすい相手を優先しつつ。寄せるのに適したやつはささっと寄せて、それ以外はもう、さっさと、潰すに限るねー、ということかもしれない。くぅ、足元濡れねえのほんのきついな。ヘビも、あんまり、寄せ側ではなく、倒しに行く側の方がいいかもねー。よいしょ。納品しつつ、釣りは、お前か。ブラスターの中ではなんか、範囲が狭いんだよな。多分それでやりづらさを感じるんだろうなって。すごく感じる。納品しといて、さっさと納品が終われば、多少はやりやすいはず。でもこんだけ、寄りが来てるから、これはもうさすがにいけるでしょうよ。
はい、降りてちょー。降りてちょー。降りてちょー。あ、イエーイ。鍋蓋多すぎるな、今回。なんかあるのかってぐらいでしたね。ありえるミラテブラスターですが、これは全然スペシャル2つ切るとかなしでも全然余裕な感じなのは助かるね。タワー？え？やっぱ俺なの？非常に鬱陶しかったね。でも全然当てんでこなかったな。下手くそなタワーでしたね。なんか珍しく肩パッドが一回も来なかったね。一瞬で出てきて知らない間に味方が倒してくれていたという可能性もなくはないですが。満潮かよー。これもうジェッパ早々に切った方がいいかもしれない。大物が2体以上被ったら速攻で切るというのも、こういうのうちですぞ。ペチペチ。お、来たねー。パン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 。はい、オッケー。次はあいつらか。あてって、よし。元奥でもいいから倒しておく。本来は処理の考え方的に、よろしくないと思うんですけど。寝て寝て寝て。くっそもダイバーの近くに柱が占拠してると、あれなんですよね、もう。濡れないんですよね。ここ。ここ。寝て。ここ。ここ。くぅ。待ってくれ。ここで、ここで、あおお、めっちゃ溢れてるー。回復させて。はい、回復して。ここはね、もう、切るべきですね。あ、はい。当たってくれ。危ねえ。ああ、もう、全然相手できん。待ってくれ。ああ。お願いしますですよ、これ。あっ、ブヤークキッズ納品も全然だし。大物がめっちゃ増えてくるし。よし、ここは行ったか。あれ？ちょっと待って。全然拾えないんだけど。ギリギリすぎる。やっぱジェッパー2つ切らないとダメだな。これでもギリギリだもの。ジェッパー強いんだけど、タイミング合わないとほんと弱いからな。ん？夜か。ここでまさかの光灰とか来ねえよな。嘘でしょ、もう。これ、徹底的に俺のこと落とそうとしてるよ、ほんとに。ひでえやつらだ。ジェッパねえしな、もう。なんとかなるんかな、これ。とりあえずここで見ているだけでは厳しいんだが。倒しに行けるのか、これ。倒しに行けるんだ、これ。ちょっとこれきつすぎる。うえ、終わったか。山で切る。え、嘘、俺には当たってないの、これ。こんなバカな。待って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 。もう、終わったか。さすがにきつい。ただでさえきついのに。ひたすらきつい。ひたすらきつい。くぅ、待ってくれ、来る。うえぇ。むちゃくちゃきついのにスペシャル切り終わったウェブ3で光灰来るとか何なの、これ。今回マジでひどいな。お願い、助けて。あと 13？ なんでここ行くの？お願いします、お願いします。ちょっとここで時間を稼がせて。ちょっと待ってよ、お前。ここ登れんの？おかしくないか。終わった？ブラスターはさすがに無理や。ひどい、今回。マジで勝たせる気ないだろ。さすがにいい加減にしてほしいぜ。シェケナでもないだろ、本当に狂ってんな。今回は間違いなくクリアする。スペシャルが何かにもよるけど、できれば Web3 まで残しておきたいな。ほんと、ラストでああいうことになったりするからな。
何が起こるかわからんからね。よし、とりあえずこれで、スペシャルを2つ残して、最後まで来たぞ。お、これまさかのウィニングラン？満潮夜、これは、まあ実質の、ウィニングランだろうけど。こうなると、あれですね、むしろ、あれです。スペシャルが腐りましたね。使い道なくないみたいな。使い道がないんだったら使っちゃえばいいじゃない。待ってな。あっぶね。これ、触れてる間、ずっと、ダメージ取るの、マジでひどいと思う。やってくれやがるぜ。ここは使えなくなるの地味にきついぞ。邪魔してくるんじゃねえ。すごい狙ってきやがるぜ。だから納品さえ時間をかけていれば、なんとでもなるはず。お願いだから、お願いだからちょっとどいてくれ。ドン、はいドン、はいドン、はいドン。ちょっときっついんだけども、身動き取れねえ。なんとかなってくれ。やばいよこれ。てか一発使い切っちゃってるしな。ダメな気がする。あと半分？うわー、もう爆弾見えない。え、終わったやんこれ。いや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 、ウィニングラントはどこ行った？え、どこ行った？さあ、シェリナダム、いつになったらクリアできるんだ。地獄みたいな時間が続きまくっているんですが。わりかしマジで、こんなに苦労するはずじゃないと思うんだけどな。この、実際問題難しいのは難しいと思うんだけど。なんというか、そこまででもないというかね。竜巻が、久しぶりにやってきてくれたけど、これがなきゃクリアできないなんてことないはずなんですがね。実際問題、これ、ね、竜巻が来た一発目も失敗してるんだから、これがないととか関係ないんですが。とりあえず、納品はこれ、もうこれで達成できるからいいんですけどね。さあ、ベイブ2。こっからが本番よ。ボトルが来る。ボトルが失敗すると本当に急にやらかすからな。それだけはなんとか、バランサーとして頑張らないといけないんですが。嫌な予感しかしない。もう、マジでよー。なんなのこれ。よりによってボトルが一番活躍できない、何のバランサーにもならない、ルール来やがってよ。きっついなんてもんじゃねえぜ。実際、ここの光場合は、一体どうするのが正解なんだ。とりあえず、長射程組が、金にダメージを与えつつ、この、金ジャケワンパンできるようにしてもらうのが理想だったりするのかな。でも、カーボンが、いい感じの立ち回りをしてくれているのは間違いなく、すごくいい調子では。で、隙を見てちょっとずつ納品していかないとマジで終わらないから、それだけはどうにかしないとね。え、急に俺になるのかーい。ここだー。さあ、ダメージを通して、ダメージを通して。ここ弾き落とされてもう終わりじゃね？ぐぅー、なんでここ残ってるし、登ってんのもう。よろしくー。ほら、ここ、往復するという手もあったな。ここで来たかい。とりあえず納品する。さあ、さっきの流れに戻せば全然いけると思う。お願い。よし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 、よかった。オッケー。ノルマ渡せ。とんでもねえとこ飛んでったぞ。おい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 。そこまで俺に納品させたくないのか。それはいけないと思います。よし。あとは生存することが大事。こことここの段差を、ぴょんぴょんに、あれ。反復横復が正解だったかもしれませんね。それで言うと、カニタンクも使う必要はなかったような気はするんだけど。一番辛いウェーブで、ボトルガイザーを消費するという何とも言えない感じ。あ、ここでウェーブ3。さすがにここは勝ってくれるよな。
と思いますが、この感じはあれか。ここであいつ来んの？ノインスルー。敵相手しづらいよな、これ。どうすんだ？敵相手しに行くべきなのか？絶対相手している場合ではないと思うんだけど。黙らせ。よし。柱多いな、今回。柱も結構鬱陶しいから。よいしょー。当てた。オッケー、ワンパン。もう次に落ちてるよ。早すぎるだろ、これは。何の嫌がらせなんですか、これは。僕に対する明確な嫌がらせを感じます。ありがてえ。カーボンじゃねえや。よいしょ、よいしょ。カタパッドに対しては、どんな嫌がらせをしても構わないという国際条例が出ているので、その行動は間違いなく正しい。ありがとう、味方。ささ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 ん。ノルマあと10。これだったらいけるかな？さあ、塗るぞ、間に合って。オッケー。この長年培ってきた塗り感覚が、最後の最後で発揮された感じがするぞ。助けてー。さあ、このノルマ数はギリギリですが、達成はできる。ノラの、あー、撃っちゃった。ノラの伝説隊の、まあ、特に貫通を狙ってるわけじゃない状態であれば、もうとりあえずクリアすることだけ。クリアをすること。ノルマを達成することだけを考えて。それを念頭に置いておけば、OK なのです。やったことができたよ、もう。そんなに難しかったか、これ。ドーン。個々の武器は強いんだけど、フォローし合う関係にはあんまりなってないっていう感じなのかな。カーボンはカーボンで射程短いし、ヌル系の武器というよりは、この、バシャバシャして、この火力をね、瞬間的に出していくようなタイプの武器だろうし。鉛筆は鉛筆で。なんだろうな。チャージャーとは、その火力感の違いがちょっと違うから、扱いづらいのかな。と個人的には思うな。周りがそう思ってるかどうかわかんないけどな。ということで、負け続きでしたが、もうこれ以上やると長いので、ここまでにしておきましょう。横綱相手もやりたいですけどね。でもこの編成で横綱やったらどうなってしまうんだろうな。案外横綱の方が簡単だったりするのかな。火力の出せる武器がいっぱいあって最高だぜみたいな感じで、横綱戦は方々終わったりするのかもしれませんが、まあそれは、ぜひお試しくださいといったところで今回はここまで。ありがとうございました。